どうも、なぐです。今回の動画はですね、仕事と勉強がかかる音楽の聴き方ということでご紹介したいと思います。ちょっとこれ音が響くんですけど、すごいんですよ、ここの部屋。見てください。部屋っていうか、ここ風呂だけなんですよ。そう、風呂だけでこの広さっていう。ね、ちょっと風呂入りながらやってもいいかなと思ったんですけどね、まあ、それは置いといて、まあ、皆さんあのいわゆる仕事をしている時とか勉強している時とか何かを考えている時とか音楽を聴きながらやったりすることってあると思うんですけど、あの音楽を僕らがですね集中力を上げたりとか、あとは物事をですねやっぱ記憶としてですね頭に留めやすくしたりとかするための方法っていろいろあるんですけど、実はですね多くの人がですね音楽の使い方を間違ってるんですよ。音楽ってちょっと変わってて、使い方をですね間違えるとむしろですね、仕事とかですね勉強のですね邪魔になるってことが分かってる。じゃあどういう風にですね音楽を聴けばいいの分かった話を今日は解説したいと思います。でこのチャンネルではこういうふうにさまざまなですね、まあ、心理学や科学の内容からですね、まあ、研究内容から皆さん人生に役立つ知識をご紹介していくチャンネルになりますので、もしよかったらチャンネル登録の方もよろしくお願いします。すいません今日ちょっと響きますね、はい。で今日ですね、で実はですねこれ音楽を聴きながら仕事とか勉強するっていうのはあらゆる、環境の中で基本的にはですねネガティブです。つまりですね作業中の音楽ってむしろですね気が散るだけじゃなくて脳の処理能力も下げちゃうよってことがですね、研究より分かってるんですよ。だから基本的にはあの音楽ってですね聴きながら、やるとですねなんて言ったらいいんですかね、頭に脳の中の情報処理をしているその部分があるんですけど、ここの部分の一部分が音楽の方に注意がですね持ってかれちゃうんですよ。でこのせいで新しいことを思いつこうとしたりとか頭に新しいことを入れたりしようとか目の前の作業に集中しようってことをやってもやっぱりですねそもそも脳のですねパワーの一部が音楽に持ってかれちゃうことになるので結局効率悪くなっちゃうんですよ。だから音楽は聴かないで無音でやった方が一番はかどるんです。ところが人によってはですねいや俺も聴いた時なんかはかどるんだよねみたいなことを言ってるんですけど、これちゃんと測定してないからなんですよ。なんでかって話もですね今日はちゃんと解説したいと思います。で一応ですね、もともとの実験をですね、紹介すると、作業中の音楽っていうのはですね、が散る上に、脳の処理速度も下げちゃうよってことがですね、ウェルズ大学の研究で分かりましたというお話です。でですね、参加者をですね、3つのグループに分けまして、最初のグループは自分の好きな曲を聴いてもらいながら、認知テスト、頭をですね、頭の回転を測るテストみたいなのをやってもらったグループ。で、2つ目のグループが自分の嫌いな曲を聴きながら、認知テストをやってもらったグループ。で、最後のグループが無音、音がない状態で認知テストをやってもらったグループっていうですね、3つのパターンに分けたんですね。で結果どうなったかというとですね、この無音の音がない状態でですねやったグループが圧勝したんですよ。で BGM を流したグループっていうのは、自分の好きな曲を聴こうが嫌いな曲も聴こうがですね、なんとこの認知テスト頭のですね働きを測るためのテストのスコアが 50% も落ちちゃったんですよ。つまりですね僕らって好きな曲を聴こうが嫌いな曲を聴こうが音楽を聴きながら何か作業してしまうと、脳のですね頭の回転がですね 50% も落ちてしまう可能性があるよっていうことが分かったっていうとんでもない研究なんですよね。そうでこれですねなんでかっていうとこれですね無関連音効果っていうふうにですね言われてました。これ何かっていうと自分が作業と関係ない音が流れていてもですね流れているとそっちの方にですね脳のリソースが持ってかれてしまって、どんな曲を聴くかお気に入りの曲だろうがそうじゃない曲だろうが人間のですね作業効率とか集中力っていうのは落ちちゃうんですよ。でこれなんでじゃあそんだけ作業が進まなくなるのに音楽をですねシャカシャカ聴きながら仕事をしたり勉強したりする人が多いのかなっていうふうに疑問を持つ人がいると思うんです。これなんでかっていうとですね音楽を流したら人間で気分が良くなるんですよ。でこの気分が良くなったこの高揚感が、達成感と非常に似ていて、実際は仕事とか勉強とか進んでないのにああなんかやった気がすんなみたいなふうに思うわけですよ。でこういう、まあ、結局その、自分のですね感覚で気分が良くなっちゃってるのを作業効率が上がってるってことで勘違いしちゃってるんで、これあんまりよろしくないですよねってそういうお話なんですよ。じゃあどうすればいいのかと、じゃあ音楽は聴くのやめて音楽が完全に悪者なのかと、そうじゃなくて今言った通り気分は良くなるんです。じゃあどうすればいいかっていうと、自分が仕事をしたり勉強したりやるべきことをやる、10分とか15分ぐらい前に好きな音楽を聴くんですね。で、聴いて、で、作業をいざ始めようと思ったら、外して無音にするんですよ。で、こういう風にやってあげると何が起きるかっていうと、結局ですね、いい気分になる理由っていうのはドーパミンが出てるからいい気分になるわけですね。で、これが達成感とかを作り出してくれたりとか、僕らのやる気が引っ張り出してくれるんですよ。ということはですね、やる気を上げるために、あるいはやる気を保つためには、あるいはやる気をですね、高止まり作業中させるためにはですね、10分とか15分くらい前から、作業する10分15分くらい前から音楽を聴いて、で、それで音楽終わったら、よし、始めようっていう風にやって始めるという風にやってあげると、もうモチベーションも上がるし気分も良くなるし、集中力も落ちないしよろしいんじゃないかと。だからつまりですね、好きな曲を10分から15分前に聴いてドーパミンを上げるというのがですね、集中力やですねモチベーションのですねウォーミングアップになると思うのでぜひですねやってみてくださいというお話でした。はい、で今日はですねこういう風に勉強に使えるテクニックって実は結構僕らが知ってる方法とかですね仕事の作業を上げたりとかですね頭の働きを良くするためのテクニックって間違ってるものがすごく多いんですね。マーカーで線を引いたりとか、何回も同じね言葉を書いたりとかですね、本をですね覚えたい本をですね6回とかで、ね、8回
ち返ってからやりましょうみたいなです、ね、本とかありましたけど、だいぶ全部科学的根拠がなくてですね、効率が悪いわけですよ。じゃあ効率がいい勉強法、作業方法、資格の勉強とかね、受験勉強とかいろいろあると思うんですけど、そういう方法ってどうやったら学べばいいのってところですね、今日はですね、おすすめの本を2冊ご紹介しておきたいと思います。まあ、2冊が正確に言うと1冊なんですけど、1冊目がですね、すみません、僕の本なんですが、最短の時間で最大の成果を手に入れる超効率勉強法という本でですね、もうこれ世界中のですね、論文の中から勉強を効率的にしてくれるってことが分かっているですね、で研究をまとめた本になりますね。ぜひですね、無駄な時間を勉強とかですね、作業に使いたくないという方はぜひ、読んでみてください。もちろん仕事にも新しいスキルを身につけるって意味では使えるので、仕事でも使えるので、ぜひですね、ビジネスマンの方も読んでみてください。で、あともう一個はですね、無料のお知らせです。僕知らなかったんですけど、期間限定でですね、僕のですね、1500円ぐらいするですね、本がですね、プライム会員、Amazon のプライム会員の人だったら無料で読めるっていうですね、謎のキャンペーンをやってるってことが分かったんですよ。僕知らなかったんですけど、そのリンクもですね、番組の説明欄の方に入れておきます。今無料になってる本はですね、後悔しない超選択術と、いい選択をするにはどうすればいいのってことをですね、まとめた本がですね、今無料で読めます。いつ終わるかちょっとわからないんですけど、期間限定だそうなんで、今のうちにダウンロードしておくことをお勧めします。どうせただなので損はしないと思うんで、ぜひ見てみてください。で、今日のですね、続きの動画なんですけど、じゃあよくね、勉強しながら音楽を聴くっていう、そういうよりながら勉強みたいなのをする人結構いると思うんですけど、ながら勉強は全部まずいのかとそういうわけじゃないんですよ。本当に正しいながら勉強ってのがちゃんとあって、作業をしながらとかですね、何か皆さんが他のことをしながらでも、実はですね、むしろしながらの方が作業効率を上げたりとか勉強のですね、効率を上げる方法っていうのがあるんですね。気になりますよね。やっぱながら勉強したいじゃないですか。効率よくね、したいじゃないですか。他のことをしながら、このやり方気になりますよね。続きはぜひコメント欄またはですね、番組の説明欄の方にですね、続きの動画としてながら勉強をですね、とまとめた放送をですね、用意してありますので、ぜひぜひチェックしてみてください。というわけで、続きの動画はですね、科学が証明したながら勉強がこちらという動画になります。番組説明欄またはコメント欄の方からどうぞ。それでは、また次回。バイバイ。